皆さんこんにちは。前回はメロディーとベースにバッキングを足して冒頭の8小節の完成形を練習しました。今回はテイク5のまとめ第1弾です。メロディーとベースを一通り通して弾いてみましょう。右手はメロディー、左手はベースの役割をしています。一通り演奏すると、全部で24小節になります。今までのポイントを思い出しながら、無理のない速さでリズミカルに弾いてみましょう。リズムは基本的に変わらないですが、右手のメロディーは A、B、A と大きく3つのグループに分けることができます。グループとグループのつなぎ目を途切れないように滑らかに弾けるように練習しましょう。それではピアノの音に合わせて一緒に弾いてみましょう。1、2、3。今日のレッスンはいかがでしたか？次回はバッキングとイントロとアウトロを足していよいよ曲を完成させます。レッスン21から10回分の総まとめになりますので、また一つご自分のレパートリーに加えられるように一緒に完成を目指しましょう。それではまた次のレッスンで See you next time!